そうですね、まあ個人的には半分でちょっと個人的な用事でちょっと離れさせてもらってますけど、本当に頼もしい後輩たちが、ここまで勝ってくれて、最後に勝てば、もうまあね、決まるっていうところまで来てるので、頼もしく思ってますし、自分としてはまた戻れるように、またこの競争に勝てるように頑張りたいなと思います。今シーズンありがとうございました。